いいですか。はい、今日は多肉植物の寄せ植えを、したいと思います。で、今日はあのお客さんで、まあ、スマちゃんがお客さんとして来ていただけたので、まあ、一緒にそれをやっていきたいというふうに思います。はい、なら、はい、こっち側なんですけども、はい、まあ、今回ちょっとサボテンの寄せ植えってことで、はい、まあ、1個これ、はい、バニーか2つがいいってことで、あと1個これにします。はい、これちょっと自分考えます。はい、はい、ともう1個なんか選んでください。もう1個、さっきどれ、あ、こっちがいい、こっちですか。で、まあ、500円で、まあ、3つ選べるんで、はい、これとこれと、これにしますか。はい、なら、はい、この3つを、今日はちょっと寄せ植えしたいというふうに思います。で、鉢はこの青色のこれでいいですかね。はい、はい、やり方ですけどもすごい簡単なんで、それ一番下火入れて、で、鉢底石をこれで、まあ、それシャーして敷いて、はい、から今度この土を、はい、まあ、半分よりちょっと上ぐらい、半分、うん、はい、半分よりちょっと上ぐらい、6分目ぐらいですね。もうちょいかな、これぐらい、もうちょっと入れますか。あ、もうちょい入れておきますか。あ、OK です、 OK です。はい、そしたら今度こっちのバニーカクタスを一回土から出すんですけど、うん、それ持ってこの上からちょっと、あ、ここでザーッと出してもらえばいいです。このままつまんだまま、うん、ザーッと出して、で、根っこはちょっとなるべく切らんように、で、まあ、軽くそのままもう置いてもらえばいいです。このまま、うん、ちょんと置いてもらって、かわいいな。そうですね、うさぎの形に、ね、で、これを入れます。あ、こっち入れます。これを少し入れましょうか。少し入れます。あ、こいつらも入れなかった、はい、いいですか。なんかこのカラフルな砂、欲しいものあったら。無理いきますか。砂が、はい、いい感じです、あ、きれいきれい。はい、いい感じです。はい、はい、ということでできました。めちゃくちゃ可愛らしくできました、ね、はい、どうでした、簡単でしたか。はい、ということで、今回の多肉植物の寄せ植えということでした、はい、まあ、こんな感じの体験が、毎週土曜の昼から、寄せ植えやっておりますので、興味のある方はぜひ園芸ラボの他にお越しください。はい、ということで園芸ラボでした。バイバイ。